ね、まあ、私いつも来るところはね、まあ、道があるようなないようなところをないようなあるようなあるようなないようなところを通って、まあ、この尾根の一部のところですね、こちらの板通りにつけたらという感じで歩いておりますけれども、まあそのね、杉とかヒノキとかもですし、琥珀雲木犬ブナっていうね、まあそんな感じですね。で、水ナラなんかもありますしね。はい。まあ、こんなところにですね。3時21分あのね、あれ全開にしてるわ、全開にしてる、もうあの映せないけどね、天気がね晴れたり曇ったり、高さね2メーターぐらい、今ちょっと斜面ね、ちょっと駆け上って映してますけどね、全開にしてる。ちょっと喋るとね反応しますね、喋ってはいけない、はい、静かに、風が吹くとね羽を閉じたり、また開く、また開くね、全開で、彼は今ね東の方向いてるかな、東部が東で、腹部がほぼ真西かな、ほぼ真西向いてる感じです。あのね、今気がついたらね、これに接近してた、これに、で私が近寄ったんでね飛び去った。松さんですね。そう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 。久松さんです。ちょうどね私のね目線と同じくらいのとこまでね、飛んだ、喋ったらね飛ぶ、これね、これまんざら効果がないわけでもないみたいですね、これね、
ここね、あの仙石浅い谷になってて、でこっち側も尾根になってるんですね。で風向きがこうですね、こう風向きの時にあの林間を縫うように久松が上がってきてます。で風向きとほぼほぼ逆方向で飛んでいって、こうバーッとね、この辺止まるわけですね。地面止まってっていう感じなんですね。風は東から西でも、久松が来るのは西から来る、西から一匹また来た、風に逆らうように登ってくる。どこ行ったかな、地面から入る次第と。